アンリ・ミルヌ・エドワールアンリ・ミルヌ・エドワールはフランスの動物学者である。父親はイギリス生まれでジャマイカの農園主となり民兵隊の将校を務めたウィリアム・ウェドワーズで母親はフランス人であった。両親が引退後を暮らした現在のベルギー・ブリュージュで生まれた。ブリュージュはフランス革命後フランス共和国に属していた。父親は イギリス人をフランスから脱出する手助けをした罪で数年間収監された。著名な生理学者や民族学者になっていた兄のギオーム・フレデリック・エドワールの下でパリで育った。父親はナポレオンの没落の後解放された。その後家族はパリで暮らした。名前については多くの親類と区別するためにファーストネームの一つを付加してミルーン・エドワーズとして 著作を行った。息子の動物学者、アルフォンスが、ミルン、エドワーズと二重生の表記を用いたことにより、アンリ・ミルヌ・エドワールも二重生で表記されることが多い。はじめ医学を学び1822年に、パリ大学で学位を得るが、博物学に転じ、ジョルジュ・キュビエの弟子となり、博物学者のビクトル・オードアンと親しくなった。 オードワンと1826年と1828年にフランス海岸の調査を行い、1829年に科学アカデミーで発表された甲殻類に関する解剖学的研究の論文は翌年キュビエに賞賛された。1829年には爬虫類、両生類の研究も行い新種のトカゲを記載した。中央技工芸大学院の衛生学。 博物学の教授となり、1841年に、オードワンの後を継いで、パリ自然史博物館の昆虫学の教授となった。1862年に、イジドール・ジョフロワ・サンイコール・ティレールの後、長く空席であった、自然史博物館の動物学の教授職に就いた。学術師、アラール・デ・サイエンシズ・ナチュレルスに多くの論文を発表し、1834年から、 同志の編集に参加した。主張に、甲殻類の自然史などがある。1842年に、イギリスの王立協会の外国人会員に選ばれ、1856年に、動物学の貢献に対して、コプリメダルを受賞した。パリで没した。息子のアルフォンス・ミルヌ・エドワールは、パリ自然史博物館の鳥類学の教授となり、化石鳥類や深海生物の研究で知られる。 ハンス・ジー・ハンソン、ヘンリー・ミルン・エドワーズ。バイアグラフクル・エチモロジー・オブ・マリーン・オーガニズム・ネームズ・ゴータ・ボーグス・ウナバーセテッド、2010年8月28日。閲覧。ありがとうございます。